まず第1問。水は何度で沸騰しますか？今日は何度にしようかな。ハテナから解いていけばいいんですか？予想超えてくれね、やっぱり。錬金術だ。クザ VS 委員長、いきなり15問しようってやつでーす。まあ俺と委員長どっちが正解できるかっていう勝負だと言うてね、あの、うん、一般常識なんで、あ、そこは、まず第1問。水は何度で沸騰しますか？お前ちょっと待って、今何度で沸騰しますか？バカにするんじゃないよ。今日は何度にしようかな。気分で変えられるんだ、それ。問い2、 4×7×2×1。 バカにするんじゃないよ。舐めてんじゃねえぜ。これ後ろからですよ。え、うん、後ろからやっていかないといけないですよ。あ、そっか、じゃあハテナから解いていけばいいんですか？そう、なるほどね。うん、予想超えてくれね、やっぱり。え、おい、むずいですよ。待って、これ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 、今聞こうとしてるでしょ、なんか。いや、スタッフさんとかに。それもまた、あ、もうちょっと後ろからやっていかない。え、なんかすごい。今の音ね、なんか決して頭のいい人間から出ない音が。いや、書き心地が良すぎてガリガリしちゃったんすよ。どうぞ。問4、これね、歌を覚えてたら一発なんです。歌なんていらないですよ。あ、そう、はい、もう当て勘でいけるんですね。はい、消化問題どうぞ。ちょっと待って、待って。え？あれ？はい、6。はい、ご丁寧に書きましたよ。ちょっと待って。私、本当にすごい。ちょっと、どうぞ。やった？はい。や、うわ。あのね。あの、100円と500円玉が存在してないと思ってたんだよね。何を言ってるの？いや、あー、何？それ、お嬢様だったっけ？違う違う、あの、ほんと、いや、お嬢様だったら逆だよね。100円玉見たことない。なんかね、あのね、思考から消えてて。院長！これ私、緊張かも。院長、俺泣いちゃうよ。500円と100円ってのがあって。消えちゃった、100円と500円。10円より上の、50円よりもっと上なんですよ。いや、50円から上、お札だなって。いや、違うんすよ。俺500円なら効果が4種類しかないと貸しますよ思ってたから。これね、これなんか困ってましたね。そんなわけないんだよね、私も分かってんの。え、安っ。安いっすよね。え、このままいけた？ちょっと見して。あ、俺全然普通にクレカなんで。おい、はい、おいおい、クレカで買っても0円にはなんねえよ、はい、俺、あの、審査通ってるんで。いやいや、違う、クレカで買うんで。もきっちり引かれてんだよ、口座から。へ、錬金術だ。すげえ。あの、そんなわけないの。220×6 で、すげえな。いきなり15問しようってやつでーす。まず第1問。水は何度で沸騰しますか？今日は何度にしようかな。ハテナから解いていけばいいんですか？予想超えてくれね、やっぱり。錬金術だ。